こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ファイアープロレスリングワールド始めていきましょう。今回は、女子プロレスラーのヒールを作ってみようということで、やっぱりヒールって言ったらね、極悪同盟ですね。印象に残るのはクラッシュ対やっぱり極悪、これですね。ということで、となると、まあ、ダンプ松本あたりかな。その辺を意識した狂気を使うあのヒールレスラーを作っていきたいと思います。まあ、極悪自体がまあチームでなんかセコンドを入れて悪事をやってた印象はあるんで、そこまではちょっとまだうまく再現はできないかなと思いますが、とりあえず作ってみましょう。クリエイト、レスラーエディットで、新規かな。レジェンド女子、とりあえずあのブルー中野を選択しましたが、ブルー中野170か。女子の基本は160なんですけど、なので、162のパラメーターを関東連合みたい。名前どうしようかな。はい、今回ツイッチで配信しております YouTube とツイッターのアドレス、チャット欄に記載してます。YouTube は、2日後にアーカイブを、この、ライブのアーカイブをアップする予定ですので、ぜひ、アクセスの上、チャンネル登録、高評価をお願いいたします。YouTube、アーカイブアップ、チャンネル、サブスクライブド&グッドボタン、プリーズ。ツイッター、マイアカウントフォロー&、マイアカウントフォロープリーズ。ということで、名前どうするかな。基本的に極悪同盟って、いわゆるダンプとかブルとか、クレーンとか作業用機械をベースにしてたんですよね。まあ重戦車っぽいやつな。日本爆撃機、ちょ、戦車のブランド名って何かあったっけ。
90式戦車とかじゃなくて、チャレンジャー、イギリスの戦車チャレンジャーとか、やっぱりドイツっぽい名前の方がなんかすごありそうだな。クラウスとかね。レパードとかもありますね。あとは爆撃機とかかな。アメリカはどうなんのかな。オブイエクト、ソビエトが。まあ、ドイツはタイガーでしょうね。タイガー、ハットリ、ファルケ、カール、ティーガ。ティーガって車でもあるよな。ブリーズはどこの戦車なんだろう。レオポルド。むしろ猛獣の方がいいかもしれないな。グリスリーとかでもいましたよね。こう。あと、まあ、ヘビ類とか。百獣の王へ言うたらライオンでしょうけど、食物連鎖の頂点とか、まあ実は人間じゃないのっていう話もありますが、ハイイログマっていうのもいるらしいですね。ハイエナは違うもんな。ピューマとか、ヒグマなんたらかんたらとか 頂点捕食者言うても難しいですね。コヨーテなんたらかんたら。ジャガーはいましたね。ジャガー横田。チーター、ディンゴ。また場所によって、その種がいない場合がいますからね。そう考えると頂点捕食者も変わってくるからな。リカオンもそうなんだ。あとまあ飛べたりすると強かったり、ハヤブサとか。へえ、南鷲見家族って頂点捕食者なんだ。単なるフクロウじゃなかったんだ。あと水インスメンタリーとかな。
昔だったら恐竜が頂点捕食者だし、オオカミがそんなとこもあったし、悩ましいですね。結局人が頂点捕食者である以上、まあ、ヒグマとか人が頂点捕食者である以上、まあ、単純なパワーでは言い切れないからな。チンパンジーとかも頂点捕食者になり得るんだ。アリゲーターとかな。コクチバス、ああそうか、ブラックバスだよな、これ。ブラックバスは繁殖力も高くてすめちゃくちゃ厄介。うん、ヒグマはなんかアメリカではわずかに最強らしい。松本に対しては塩尻とか上田とか、飯山とかだけ、飯山とか飯田だけどな、諏訪とか。まあ、松本自体が普通のせいだよな。ということで、塩尻はまあいますからね、生として。この辺かな、全盛期だったら。25歳定年制いうんだったら。で、やっぱりある程度身長はないとダメだからな。もうちょっと低くてもいいか。でニューセーブ、本格的に作っていきますか。
レスラーメイクは当然、まあ、言うほどパワーじゃないよな、ダンプって。確かにあの、ブル中野っていうのは、あんまり狂気なしでも戦える、あの、肉体派ヒールで、だから、あの、ダンプ松本と対立して、互角同盟から、なんだっけ、ジャングルジャッカルは、あの、アジャコングだから、なんだっけ、獄門記だっけ、を結成したんだけど、ミステリアスでもないし、パワーで行くしかないのかな。小武道なんてあるんだ。アマレスっていう手もありますしね。まあ、とりあえずこの辺はパワーでいいかな。資質L にしとこう。チュG はジャイアントやけど、ジャイアントじゃないよな。 F が女子レスラーか。顔は さすがにこれはちょっとでかすぎて気持ち悪い。この辺かな。腹はやっぱ120は欲しいな。手も でかく。太ももやっぱりね、とにかくでかくなきゃいけないんです。もうちょっとやっぱりあれしたいのな。こんな感じか。いいと思う。さあ顔ですね。結構やっぱりこのペイントで変わってくるような感じがするよな。あと髪の色で、髪は金髪にしましょう。金髪は この辺かな。で、これコピーしてペーストできるんで、なんかアメリカンやな。アメリカンやな。まあそこまで強調しなくてもいいかも。めちゃくちゃアメリカ。まあ金髪でもうアメリカンですよね、完全に。怪しいな、仮面かぶってたら。
ヒゲに、ヒゲか。これヒゲだもんな。まあ、女子レスラーっていう感じがしないな。これとか完全ヒゲだから。ヒゲじゃない。まあ、ちょっと、もうちょっと。濃くいきますか。青系かな。なんか顔がちょっとハンサムすぎるな。もっとやっぱり大福みたいな顔じゃないとな。大福みたいな女子レスラーの顔っている？あ、怖そう。大福みたいな顔がない。女子レスラーのパーツって結構限られますよね。さっきのなんか膨れたやつ良さそう。こいつ。なんか井上京子にも見えなくもない。とりあえず顔はこれでよし。胸ですね。胸はな。うん、紫系でサンダー模様は逆に緑かな。サンダー模様でなくてもいいと思う。岩谷セパレート。とサポーター下だから分かりにくいのかもな。まあそのままにしときましょう。あとそうか、体型自体が違うから。体型難しいな。そう、こういうビルダー体型の方がおもろいかも。まあ、どれでもいいような気がする。胸はこれでいいや。腹はな、もう突き出てないとね。怖い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 
色が違うだけか。これでいいや。なるほど、全身スーツは全部追加しないといけないんだな。こういうふうに、あ、おむつに見えるな。で、鉢をなんか格上げしないし、したい場合ってどうすりゃいいんだ？あれ、順番って変えられないんだ。そうか。順番って、あ、ナビ中変更はできる。ナビ中は、並び順をこれキーボードで変えるにはどうすれば、キーマウで変えるにはどうすりゃいいんだ。消えた。LBRB がパーツを回転するんだよな。ドラッグすればいいのか。これで回転できました。これをもう変えよう。マーティー模様。
やでもやっぱりねこれかな。ベルトが最上位か。最上はなんか横島ひわひわちょっと違うな。面白そう。すごいな、ここなんだ。ちょっと気持ち悪いよな。さすがにこれは押さえときましょう。では正直わかん。このままでいいんじゃないかな。手のパーツはもっとあった方が嬉しいな。そうだよな。あまり隠したくはない、隠したくはないかな。やっぱりそうなるとこうか。膝悪くしてるからサポーターいるよなってのはわかる。
のぐらいかな。ね、女子のロングタイツ、ウエスタン、いや、ロングタイツでいいや。これはちょっと色対比っていうのを設けないとね。あ、こうかな。シューズは分からん。黄色でいいんじゃないの？アマレスシューズ履いてたんか。カンフーっぽいよな、むしろ。シューズってそんなこだわらんけどな。やっぱカンフーでしょ。うん、このぐらいかな。これで終わり。一旦上空きセーブ。スキルですね。ファイトスタイルが難しいな。魔性タイプでもなかったもんな、ダンプ松本って。パワーっていうか、まあ、ジャイアントかな。いやでもジャイアントじゃないよな。パンサーでもない。良く悪くも日本的なレスラーっていう感じか。このままでいいでしょう。クリティカルもまあどうなんだろうな。てかもいらない。集中力は低いな。むしろスタートダッシュですね。あの前半型なんで回復力この辺はまあ別に普通でいいでしょう。空標はそんなにうまくない。160だかあと2だな。流血はでもうまいんじゃないかな。精神力は普通。流血は強い。大凶者もちろんする。低いんだ、ブルーな顔って。いや、そんなことはないでしょ。死体9度以外は、他は普通にしときましょう。
まあ、市内なんかな。でもやっぱりバット。市内でいいと思う。これって視聴できないの？3メーターですね。今160なんで、何かが1減ればいい。まあ、とにかく馬力ですよね。腕力は実は低い。攻撃テクニックも低い。ラフ攻撃はまあとにかく10。関節技低いってことはないと思うが、まあ、突き技を増やすとくか。たきつけとか対ラリアットは分からんな。対ラリアット強そうに見えるけどな。エンタメ攻撃、一応女優もやってたんで、それなりのものを持っとかないとね。ただ案外蹴り技とか弱そう、突き技とかには。たきつけは強いとしても防御テクニックは弱い。エンタメ耐性は5にしとこう。さあ、技装備ですね。まあ、やっぱり女子バっぽいよね。あ、基本的にやっぱりね、ラフではないな。それは大きいな。分からんな。普通だよな。なんかそんなに修正するところがないよな。待って、ダンプ松本の得意技ってなんだっけ？
技がない。まあ、ラリアットとかやっぱりパワーですよね。パワータイプ。結構芸能活動で稼ぎまくったんだ。キッスのコープスペイントをベースにしているって言ってますね。アジャコングってダンプ松本と会わなかったのか。そうなんだ。やっぱり技系はパワー技なんかな。DDT はちょっと違うな。カウンターって。一本背負いはやりそう。あとキッチンシンクとかかな。フロントキック、ここは余裕ないでしょう。ソバットとか片蹴り、カウンターだよな。これはちょっと豪華すぎんな。カウンターのラリアットとかか。パワースラムもありますね。関節はまあないだろうからな。
これかな、面白い。カウンターなんだよな。ペンギアウボブがなんか、ペンギアウボブなな、個人的には。テクドロップキック。ウォールしようで、その代わり簡単の大技を、スクラップバスターもいいですね。スパインボムとか、スクラックバスターにしよう。まあやっぱパワータイプだとこうなるよな。ヒッププレスでもいい、ボディースプラッシュでもいい。え、なんで E と E で全然違うんだ。大技だからな。違う。何これ。あ、ちょっと動きが多すぎる。面白い技だけどな。キック系って低いんですね、みんな。初手でもいいけどな。やっぱりこれかな。串刺しエッターもラリアットではないですか。でやっぱり足踏みラリアットってまあ普通だよな。チタンだとか、チタンだ、やっと、もうやっとこう飛ぶんか。え、飛べないでしょう、これ。飛べないはず。ロープ橋。飛べない。場外エプロンから。エプロンなんだこれ。あ、エプロンから内へ来る技か。
や、基本的に使わないな。ウッドスタンプ使えばいいけど使わない。この辺もポスト飛びは一切使わない。ポスト飛びは一切使わないでいきます。これは何、金網コーナー飛びか。まあ妥当かな。あとはダイビング戦闘ぐらいか。まあフットスタンプが良さそうな気がするけどな。ギロチン行こう。フットスタンプも使っておきたいですよね。平気の報酬。わからん。エルボーで。キックは？キックは相性が悪いんだよな。だから他みんな C だな。これで行こう。ラリアット系で、組み技で、これ何？顔？まあ組まないですよね。ゴリラスラムか。組んだ場合だろう。組んで何するかって言ったら基本的には投げ技とかサミングとか。顔面でも小技ですよね。まあでも俺レイスラムっていうのも違うような気がするな。マスクじゃない。
結構後のキックだな。前蹴りとか。まあいいんじゃないかな。まあパーを見せつけにはぴったりですよね。ショートレンジハイアットとか。ネックブリーカーもいいな。ああ、こういうタイプだよな。バックブリーカースラムとか良さそう。結局この辺がいいんですよね。バックブリーカースラム。うん、全然。スラスタって何なんだっけ。まあまあいいか。うん、モーザンライトスープレックス、やらない。バーニングハンマーとかもいいかもな。黒糖ボウもいいですよね。あ、これ良さそう。アイアンクローンスラム。何でも良さそうだよな。いやフロージョン、うん、アイアンクロースラムで行こう。
か、ブレンバスターだもんな。ごめんなさい。あんまりフィニッシュっぽくないよね。これショートレンジラリアットでも、これ組の中技でもあるんだよな。違う。面白そう。花はありますね。しかもヒールっぽい。ちょっと回りすぎな感はあるな。自分の体重を使って落とす技が欲しいよな。ついノーザンライトボブなんだけどな。うん、これかな。
ルコアローとかな。違う。カットはするけどな。似たような技ばっかりだな。大技だからな。やっぱりあんまり合わないのか、スープレックス。まあ、スープレックス系はないよな。一ドラ。もう、低い。こっちの方が合うけどな。合いそう。何これ、それはクローか。アトミックドロップも全然ありですよね。いや、こう、それじゃないんだよ。
ンソンボム行ってみるか。てめえ、ほら、ほら、てめえ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 、まあ、てめえ、てめえ。クドロップだろうな。トスタンプもまあありやけどな。ごめんなさい、音が「キングコング2」もまあありだし。ミストドロップも全然あり。でもまあヒップドロップか。戦闘か。キングコング2か。まあ、これですよね。中和対象スライディングで。あんまり動いちゃう。こけしか。アナコンダバイスとか面白そうなんだけどな。まあアイアンクローとか。あ、これはいいですね。拷問技だ。あとはまあこれはなんでダメなんだろう。テキアスクローバーホールドはいいんだ。足を決める技だよな。小指系みんなダメなんだな。ムーサルトとか多分ダメだろうし。大技じゃないよな。勝ち誇ってる感じがしていいよな。ただこれ中技じゃないかな。
あ、これでもいいですよね、パワー。単純にパワー言うなら。足だもんね。サソリとか全然ありだと思うけどな。これにしとくか。リフトって何？リフトじゃないよな。ストンピングは妥当なんだけど、まあ、この辺は妥当ですよね。じゃあ、これどうするかですよね。ちょっとかかりすぎるから。アグリカとかも全然ありだと思うんだけどな。キングコブラホールド。ラフ攻撃。カメウォッシュって大技使うにはもったいなさすぎる。潰せだから違うよな。大技にしたらちょっと弱い。あ、これかな。ちょっとやっぱり。ホールにはいかんよな。肘振りでもないんだよな。狂気攻撃だからな。大技としてはちょっと弱いよな。これかな。仰向け頭。ちょっと動きが軽快すぎる。
押し込みだから、まあ、指固めでもいいんじゃないのと思ったりする。ムーサルト砲はないでしょさすがに。普通の指固めでいい。あ、もう携帯の打つ。すごいなこれ。うまい。まあ。超肉弾プレス出ないと思うけど、ぶっこ抜きジャーマンとかか。うつ伏せ足だよな。スイフォールに、なんか使わないってのは妥当かもしれんな。まあ、この辺はいいでしょう。雪崩式は使わない。大きが良すぎるな。わあ。えぐいな。まあコーナー組だからな。大技だろう。だからこれで決めないといけない。ロープ当たりとかでもないよな。えぐい、これいってみよう。え？クラファスタンピードならあるんじゃないの。あとはまあ当然パイルドライバー系だよな。なだれ式パワーボムとか、まあもうオーソックスいったらヘッドロックとか顔面かしかきむしじゃないの。オーソドックスな技だったらな。小艇とか。ヘッドバットとか。
ットパットだろうな、これ。障害者結構限られるよな。あ、だからこれでいいと思います。技か。もうこういう技はやらないよな。多分やらない。やらない。まあ、結局こういうオーソドックスな技しかないな。どうなのこれ。ああ、いいんじゃないかな。まあ、もしくは普通にヘッドバットか。まあこれでもいいよな。まあ、これかな。足引っ張ってもいいや、オーソドックスに行って。これですね、普通に行ったら。これはありえないしな、うん、足引っ張り場外だな。もうこれしかないでしょうな。ガード攻撃ヘッドバットでしょう。こんなもん、まあ、やらないって手もあるけど、モンゴリアンでもいいんだけど。交代制になることがまあないよな。本的には立ってプレイしたい。そうなんだ。普通にガードポジションなクルアローのガードポジションヒットバットの問題はこれなんですよね。だって基本的にガード攻撃でやることって限られるじゃないですか。モンゴリアンチョップぐらいだもんな。まあ、逆エビが合うと思うけどな、ガード攻撃だったら。
まあ、爪の甘さも表現したいですね。あ、逆エビでいいと思います。まあわかるわかるけどな。ギフトは違うだろう。キックとかじゃないと思うんですよね。それはないわ。まあ6でもいいけどな。まあこれしかないのか。マウントってあんまり考えにくいんですよね。あんまりマウントに持ちたくないよな。ちょっと精細ですよね。
ラスパーボールだな。ちょっと派手すぎる。まあまあ得意な技じゃないから逃げてもいいのか。下から抜けましょう。普通だな、普通だな。たくさんあります。これかな、やっぱり力強さを表すには。いや、拳なんだよ、むしろ。肩上げ。ヘッドバンいいな、面白そう。
りね。ほら。じゃあ次ですね、CPU ロジック見ていきましょう。はい、どうかな。まあでもそんなに辛いような気はするけど。組んだ場合、ちょうどハンマースルーしないわ。いくほど地獄好きが逆に多いわけじゃない。もっと言うほど走るわけじゃないかな。みんな減らそう、走る技は。スカスターの方がいい。いや、アイアンクロースラムの方が怪奇派としては上でしょう。でショートレンジラリアットをその分増やす。粉吹きダウンの場合、まあ結局上がらないよな。使わない以上結局上がらないになるからな。上がれないもんだって。
分からん。画面押しはもうここはま使わんでおこう。ハンマースローパワーボムだろうな。画面押しそんなに高くないと思う。フラッシュフラアタック使うことはまあないよね。ラリアットで勝負だよな。わかんない、このままにしとこう、うん、カードポジションまあわからんな。カードポジションって普通立つからな。うん、順当。受け身は行わない。あんまりバックプレスって動きが多いからな。やっぱり場外に降りますね。なるほど。上がらないから15% は動かんとこう。あとはもうみんな普通に場外へ。コマさ分からん。優先動作慎重性っていうのがわからん。 40% ぐらいにしようで、柔軟性は低い、協調性はまあどっちでもいい。狂気はもちろん 100%。セコンド時積極性はもちろんな 70% ぐらいは欲しいよな。いや 8、9割ぐらいあってもいいんじゃないの。はい、ということで、まあ、ちょっとね、競輪の予想もあるんで22時ぐらいまでかな。
これってセコンドだよな。なんかアドサーロン街でも入れておこう。さあ金髪が塩尻でかいな。身長差がある。紫女将がブルー中野です。お、パンチブルー強いですよ。持ち出した。お、ここであれですね。ノサーロン街が乱入。あれ？セコンド扱いじゃないのこれ。アレスラー扱いになってた。本当ですよね。とにかく唾液合戦ですね。普通にさあ走って、あは、おお、ボディアタック。
おっと、チンロック。そしてブレン、おっと落としますね。蹴り。リバース返されます。さあついに椅子を持ち出したが、ノサローガイ何やってんだ、全然入ってきません。あと掴んでよ、チョークスラムからロックロック。まあ、パワーファイターですね。でもヒールっていうよりは、お、投げっぱなし。そして逆エビです。拷問ですね、ボストンクラブ。お、逆にセコンド何やってんだ、全然動いてない。そしてま 2.9。 いや、なかなか強いですね。弱体化したとはいえ、やっぱり相当強い選手ですからね、ブー中野は。お、逆に、いや、リバースへ返す。あと後ろからバックハンド、再びボストンクラブ。なんだこれ、落とした。ライアット反撃だ。コーナーポストに上がって、いや、降ります。もったいない。落とした、垂直落下式。さあちょっと反撃食らってますね。息が切れるのも早い。あー、当たってしまった。あっさりスリーカウントを奪えてしまいました。急に息切れましたね。サロガイ何やってたんでしょうか。前役立たずだってことで変えましょう。タイガージェットシーンやったらなんかやってくれそう、セコンドとして。さあトヨタバナミもまあいいですが、ここはやっぱり塩野美雪にやらせたい。行きましょう。
ほう、関節とかほとんど持ってないですからね。パワー技とか狂気技とかですからね。あれ？これセコンドを買いなかったりするのかな？ダイヤット。髪を掴んでパワーチョークスラム、そして固めます。カウント2。お、固めます。カウント2。落とす。2.9。TTT。落とす。ヒップアタックドロップ。2.9。TTT 返します。おっと、裏剣走るが立ち上がると、このノーザナイトスープレックス、あと2、コーナーポストに上がって降りる。また固める。 2.9。おっと、これは固めます。あと2。このライトスープレスだがブレイク。なんとか落とす。そして逆ボストンクラブ、どうだ？おっと、おお、またボストンクラブ。とにかくもうパワーで攻めますね。ボディアタック決まったか。スリーカウント、初勝利。ならばということで、セコンド本当に介入なし？カットプレイオン、ランバージャック、トルネードバトル。やっぱりレフェリー阿部志郎にしたいですよね。
有楽園だと制約が走るとか バグがあって、さあハングリーマンをセコンドとして持ってきました。リス山さんを持ってきましたね。じゃあというわけで、彼女を持ってきました。セコンド合戦かな。では行きましょう。試合開始です。慎重ですね。やっとチンロック、さあ自分のペースに持っていきます。腕を攻めます。またチンロック。またチンロック。足を攻めます。お、巻き投げ、あ、場外へ、たまらず場外戦となると有利に見えますが、塩尻が、お、竹刀を持ち出した。あ、なんか持ち出そうとしたとこを竹刀で攻撃、まだ竹刀、さ、また当たった。しないパワーが、おっと、いや、これ場外戦もつれ込んでますよ。さあ帰れない。わあ、いや、ギリギリで帰ってきた。危なかったですね今。さあ関節攻撃、アルエコーが、これはまだスタミナ残っている。ボストンクラブ、関節で攻めるが、これはセコンド勢何やってんだ。ドラスクだ。テクドロップキック。そしてハーフボストンですね。足を中心に攻めていきます。パワーでぶつかる。さあ固めた。2.9。
さあ、ちょっと読まれ始めてますね、動きが。ゲノクラッチ。カウントワン。ちょっと疲れが見え始めているが、ヘッドバット。さあこれでボディープレス決まった。スリーカウント。さあ決められてしまいました。トータマナミとやってみようか。もう2だ。 2.9。 上がらない。リバースで返す。お、ボディアタック。バスネックブリカードロップ、エビ固め。 2.9。 落とします。ラリアット。そしてもうリフトじゃない。このままトルネードボウみたいな感じですね。 2.9。 トータ危うし。ドープキック。あ、全然効いてないですね。おお、一方的な展開になってます。あー、強い。これ強いですね。
あっさりやられてしまいました。今度は変えましょう。おお、ラフ、本当にラフ殺法が光りますね。ラリアットしてチンロックが定番の動きかな。フィストロープ、急所攻撃、パンチ、唾液の打ち合いになります。女子レスラー、多分でかい女子レスラーですね、これ。ラリアット。ヒップドープ。あと2。ブレーンバスター。障害戦になった。ラリアット、そして椅子を取り出す。椅子は関係なく落とす。しないだ、しない対決、いや、ならない、戻らないですね。ラリアット、まだしないを持つ。いや、両輪になっちゃいますよこれ。うわ、リングアウト勝ち。いや、強いかな、この逆に強いかも。行きましょう。ヒグマ塩尻。
すごいな。滞空時間長いブレーンバスター デスバレーをカバーに入ります。 2.9落とす。ボディアタック 2.9。 ボディアタック 2.9。 危ないですね。アングリーもアングリーランボー。ポイント2、ストレッチマフラーです。サイドバスターみたいな感じ。 2.9 上がらない。リバースへ返す。ホールに行きます。 2.9 場外へ。さあ場外戦となるとリングアウト決着もありますからね。椅子が炸裂。おっとスパイラルボーン場外で炸裂しました。デスバレー戻ります。さあもう帰ってこれるか。おっと木片を取り出して帰ってきました。崩れる。カバーに行く。いや起き上がった。起き上がらないとちょっとやばかったですね。あと相手フェイスバスターカバーに行くか。エビで固める。スリーカウント強い。強いですね。
ちゃんと100。でかすぎますね、さすがに。12%、109%か。あ、これでもまだでかいですが。アイテムを登録。で登録します。クリティカルってなんだっけ？特殊スキルか。一発逆転だっけ？クイックリターン一発逆転。
発逆転が、あれですね。クリティカルか。で、クイックリターンは、ターン時間が少なくなる。起死回生は？クリティカル2の、テクニカルだ。テクニカルがない？いや、ありますね。30使うのか。たいかな。ちなみに返し技はありますかね。瞬発的に切り返すチャンス、あのタイプの。パンサー、ミステリアスなんだ。K
蹴り技が得意じゃないよな。なんでアメリカンだな、むしろ。オリエンタルかも、ミステリアスかもしれんけど。30使うのはちょっと辛いかもな。お、ラニアット、シゲです。またもチンロック、ラリアット。
そう。おお。関節で攻めます。ラリアット。2.9 なんとか返す。足を攻めます。あとハンマーです。ポストクラブだからブレイクで救われます。あ、ブレイクですね。逆にさあ疲れがちょっと溜まっているぞ。試合よりおっと丸め込んだ。カウントワン。引き投げ。あ、ちょっと腰痛めてますね。おっとクルックヒットシザーズ。動きがちょっと止まってきました。サイドクラッチナー、これはブレイクです。これは危険。固めます。カウント2。おっとそのまま 2回もドラスクでクルックヘッドシザーズ。やっぱり結構体の大きさって大事なんだよな。ラリアットカバー。スリーカウント。ファッ、負けちゃうんですけどね。強いよね。ではちょっとやってみよう。スプレックスをさなげ。お、フロントスープレックス。お、スリーパー？フェイスロックかな。サイドスープレックス。お、投げます。
2.9。カバーに行きます。 2.9。 スープレックスタイプ苦手かな、ひょっとして。ドープキック、キックですね。そしてボストンクラブ、2.9。 ダブルアームスープレックスホールドですね。 2.9 ありますが、フェイスバスター、ボストンクラブシャチホコです。ラリアット、さあ固めるカウント2。そしてチョークスラム、相手引き精進をペースになってきました。疲れてますね。バックドロップ、パニック、いや足を攻撃してダブルアームスープレックスホールド。 2.9 また固めます。 2.9 お落とします。そしてリーサー、おクリティカルだ。あーと、強いですねこれ。とんでもない選手が誕生しちゃったかもしれません。クママモスとやらせましょう。でもちょっと試合を見せたい、入場を見せたい。極悪の音楽じゃないな。
DDT。 お、蹴りです。ラリアット。崩れていきます。タックルからボムで落とします。そしてキャメルクラッチ、結構苦しんでる。だから逆転の前に落とす。社長歩行だ。ボディープレス 2.9。 やっと。固める。そしてまたパワーボムですね。投げっぱなしの。おっと、ネックブリカードロップ、新ロック。ラリアット崩れ落ちる。ボストンクラブどうだ。まだ動けますね。トラスキックカバーに入ります。あ、しかしこれはブレイクでした。オクラホマスタンピード。おっと、逆にリバースネックブリカードロップ。フラフラしてます。さあ裏剣フェンスバスター。さあ、シャチホコだ。決まったか？あ、ロープウェイクです。
おっと、チョークスラム。だからカバーに行けない。腕ですね。腕を決めに行きます。そしてバックドロップ。だからすぐに起き上がる。ハンマーで叩きつける。おお、もう一回。だからロープウェイク。とします。カバーに行くか。あとチンロックでした。ヘッドバット。そして固める。カウント2。スタンディング肩固めですね。さあロープ際だが、ロープウェイク。もう一回。これはどうだ。決まった。ついに敗れました。行きましょう。ドロップだがバックドロップ。タックラー不発。エルボー。お、バタフライロックですね。フェンスバスターです。
お、ほんとね、黒く、2.9。 落とします。そしてシャチホコです。ヘッドロック、強ヘッドロックですね。また社長子だ。グランドヘッドロック。強ヘッドロック。そしてラリアット飛び込みます。 2.9、 なんとか返す。この系の技がね多いよな。チンノック、突然落ちる。そしてキャメルクラッチだ。そしてまたパワーボムで落とす。そして社長超え。落とす。ちょっと一方的な展開になってきたかな。で、社長超えですよね、落とした後の。決まってしまった。強いわこれ。さあ、総合系はどうでしょう。ニヤッとチンロックで痛めつける。
2.9。マット。スタート2。ハンマーです。ミスマスター。これはすごいな。牛足です。そして社長超え。低いですね。あ、ハンマー。風落ちる。お、ロープに走った。とスタンプな。あー、またハンマー。疲れてはいる。そこをボムで抱きつける。おっと、ここで総合の技だ。これは反則取られます。ラリアット。そしてね、そしてフォールです。スリーカウント。すごいですね。160でちゃんと数字としては標準の技ですからね。ルチャドクトル。行ってみましょうか。軽快な動きをするルチャルドクトルですが、実績としては看板しかありません。ルチャも2人目欲しいですね。ルード系ルチャ。
まあ、でも次はおそらく足を痛めつけるか骨を痛めつけるか系、背中背骨を痛めつけるかですね。バックブリーカーとかワンハンドバックリーカーとかどちらかを作りたいと思ってます。意外と投げ技に弱い。おっとクラッチだ。足蹴ヘッドバット、トラスキック、カンフー系の選手も欲しいですね。おっと使ってしまった。レフェリーがまだ失神したまま。落ちる。おっとジャベですね。メキシカンストレッチ、関節の耐久性は弱いはず。逆さ抑え込み、カウント1。おっ赤6、バック中キック、ラリアット、2.9。中キック。お、ああ、2.9。ツルスト。またバック中キック。これはどうでしょう。ロープエイクじゃない。崩れ落ちる。フランケンシュタイナーから来ました、サイクリングヤッホエルボー。お、ちょっと疲れてるぞ。ラリアットが食らう。ラリアット足毛からカバーに行く、いや行かない。カンガルーキック、意外と頑張ってますね。ルチャドクトル蹴りの連打だ。
あ、ラリアット決まった。だから意外と力がない技を一つ一つに。ん？なんでしょう。バックメイカーだ。なんとルチャドクトル破りました。ジャベで破りましたね。関節に弱いのかもね。コムラクラッチバックブリーカー行ってみましょう。ヨフマタフマ、あの、は硬い。あとは加圧。しげに。キッチンシーン。で逃れます。ラリアットしてボム。ロープエイクです。これはおっとフラフラしてるぞ。ラリアットさらにフェイスバスターですね。キリで防ぎます。チョークスラム決まりました。カウント 2.9 危ない。もう帰ってきませんね。かかと落としカバーに行きます。カウント1も行かずに返されてしまう。またフェイスバスターラリアット。お
そしてホームです。スリーカウント、普通あっさりと決まれて敗れました。見てみましょう。最後サブミッションの男、試合開始。ハンマーですね。さあもう最初からラッシュかけていってますからね。足を攻める。さあボストンクラブ、危ない 2.9 脇固め、あハンマーです。腕を取ります。ちょっと強すぎますね、バランスとしても。チョークスラム、頭を取ってはチョークスラムから、お、この方はですね、これは負け固めだ。セコンドただいるだけじゃないですか。ラリアット2発目は決まった。 2.9 逆さ抑え込みだがカウントはなし。ラリアット、アトミックドープ、さらに社長子です。決まってしまった。なんだこいつ強すぎる。なんせ動きが早いんですよね、思った以上に。ということで、ち
ょっとスクショタイムでは撮るか。この極悪の黒い花、ヒグマ塩尻。誕生してしまいました。なぜ強いよな。これ F ってなんだ。 G がジャイアントだろう。ああなるほど、女子なんだ。微妙に違うってことですね。はい、ということで、この極悪の黒い歯ヒグマ塩尻、超肉弾プレスを武器に数々、一気にスターダムにのし上がった感じです。果たして対抗できる人はいるんでしょうか。ということで、今回は、ここまでとなります。ツイッチで配信を行ってきました。ツイッチチャット欄に YouTube と Twitter のリンク書かれています。 YouTube は2日後にアーカイブをアップする予定です。ぜひ YouTube のアクセス、チャンネル登録、高評価お願いいたします。 YouTube チャンネルアクセス&マイチャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。 Twitter アクセス&アカウントフォロープリーズ。ツイッターの、アクセス、そしてフォローもよろしくお願いいたします。ということで、今回ビルド編、ヒグマ塩尻、女子ヒールレスラー作っていきました。もう男子、女子も枠を飛び越えて強いレスラーが誕生してしまった感じですね。まあ、パワー系、このゲームは強いのかな。力で押すタイプは、と思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。